お主、パロヘン鎧を着せたそうじゃな。ああ、操め、ぐずりおってな。全く難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と剛力に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあ、その通りじゃな。無理くり着せているからの。何かあれば。 鎧はすぐに剥がれっちまうさ。お前。 そこの御仁。
皆そうであることを捨て、死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方が良いでしょう。それでももしこの戦法寺に入る理由があるのならば止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。
こんなところにも師匠もおるところまた来ようほどさ死者がいずく。 それで十分。ありがとう、少女。今よ。ジジイの灰たちなんぞ、どうするってんだい。竜害を調べ、治す術を探りたいのです。少女、あなたのためでもあるのですね。そうかい。
だが、いらぬ世話だ。こんなのは自力で。うん。見せてもらおう。重大な罪。お前は果たして痛い病に落とす。道芸。エーマのやつは、やはりお前さんにそっくりだぞ。 何をしている？ああ、あなたですか。竜骸の調べのため、物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい。咳とともに出たものです。血の色がわずかによどんでいるような。しかし、これだけでは定かには。 できることはあるか。竜骸にかかったものが吐いた血の塊。それがもっとあれば、より詳しい調べをできます。竜骸にかかったものがいれば、当たってみよう。お願いします。 狼殿、よく参られました。手に入れた血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかによどんでいる。だがこれは、うん、足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。 また戻った時に解を得ていること期待していてください。では。 分かっておるな。来たるべきは。
旦那、この城の侍じゃないみたいだな。忍び、それもかなりの手だれと見た。おう。やっぱりか。だったらよ、この辺りの侍どもを黙らせちゃくれねえかい。ちと下手こいちまってな。しつこく追われて参ってるんだ。まったく、アシナの真面目侍どもめ、俺なんか追っかけてる場合じゃないだろうによ。相当の手だれなんだな。助かったぜ。約束の礼だ。受け取ってくんな。じゃあな旦那、縁があればまた会おうぜ。うん、まだ何か用かい？あいにくと危ない場所では飽きなわないのさ。命あってのなんとやらだ。縁があればまたどこかで会おうぜ。
ならぬと思うか。ええ、食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということだ。ええ、おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして塩を手に入れねばな。だから、寄せつったんだけどな。まったくしつこくって嫌になるぜ。めんどくせえ。うん？おめえはヨタカの衆か？いや。まあそうだろうな。風情がちげえ。だがどうやら同業だ。俺は黒笠のムジナ。おめえは？愛想のないこった。しつこいお手に仏頂面の忍び、アシナの連中も外で騒いでな。まったくいい日だね。お主抜け人か？まあそんなところだ。ところでよ、ちっと銭が入りようなんだが、品はあれど裁くあてがねえ。おめえみてえなやつを待ってたところだぜ。銭がたまるまではここにいるからよ。気が向いたらまた寄ってくれや。
よう、旦那。侍たちが欲しがっているもの、わかったぞ。本当ですかい、旦那。ああ、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば流行り病も道理ってわけだ。みんな塩がなくて困り果ててる。そいつは儲け時ですね。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても罰は当たらぬでしょう。そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。じゃあな、旦那、塩がうまく売れたら新しい品を仕入れやす。その時はぜひ。旦那、旦那、聞いてください。塩が高く売れたんでさ、おかげでまあ銭もたんまりし、さあさあ新しい品もあり。ああ、旦那、聞いてください。商いの話か。さすが旦那、察しがいいですね。どうも最近気なくせ、戦の匂いがしやす。この木に乗じりゃまた一儲けできそうだ。そこで旦那にお願いしたいことがありやす。何だ。戦場あさりのための人手、それが欲しいんでさ。戦場にはまだ死体がゴロゴロと転がってやす。ありゃ宝の山だ。あされば槍も太刀も鎧兜も手に入れ放題でさ、戦自宅となりゃ武具が飛ぶように売れやしょう。どういった人手が欲しい。そうですね、戦場あさりは汚れ仕事で力仕事、でかくて力のあるやつを一つお願いしやす。みんな、小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おら、どうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。みんなに置いて行かれてしもうたんじゃ。みんなとは。みんなは、くるくる回る、たった一輪真っ白いお花が。なんだと。すまねえ、あんた何を言っているのか。とにかく真っ白い。お前が探しているのはこれか。それ、オラの探して。そうか。でもあんた、ありがとうな。真っ白い。そう、そうだ。アシナの城近くにいる穴や手を貸してみてはどうだ。皆のことは気になるけども、このまま一人ぼっち。よし、わかった。それがいい。
おお、忍びさん。本に穴山さんはいいお人だな。戦で死んだ人たちを弔うためにオラを呼んだそうじゃ。鎧兜を取って差し上げて、体を清めてお墓を作る。このご時世でなかなかできることじゃない。旦那、あんたの目利きは最高だ。いいやつを連れてきてくだすった。力持ちな上、死体を漁るのもいとわねえ。おかげでまあ、武具がたんまり、儲けもがっつりでさ。もちろん新しい品も仕入れやしたぜ。見ていってくだせ。旦那のおかげで、あっしの芦名一の商い人になる日も。旦那ももし困ったら断る。釣れない。まあいいや、旦那、また。時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。じゃあな、旦那。待っていました。分かった。はい、解を得ました。竜害の源、それは血の淀みです。何故血が淀む。あなたはたとえ改正の力が尽きていたとしても、いずれ蘇っています。代わりの力をどこかから奪っているのでしょう。竜害になったものからか。おそらくは。竜害になったものは、人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血が淀むのでしょう。どうやって治す。奪ったものを返せばいい。これを受け取ってください。狼殿、よく参られました。では